皆様お待たせいたしました。ただいまより大友史跡史跡指定20周年記念シンポジウム、歴史とつながる未来につなぐよみがえる大友館を開催いたします。本日はお忙しい中お越しいただき誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます大分市教育委員会文化財課大橋と申します。よろしくお願いいたします。それでは初めに主催者を代表いたしまして大分市長佐藤喜一郎よりご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。ご紹介をいただきました大分市長佐藤でございます。本日は大友市遺跡の一部が国の史跡に指定をされまして、昨年20周年ということでございまして、それを記念するシンポジウム、このようにたくさんの皆様にご参加いただきまして本当にありがとうございます。本シンポジウムでは最初からこの遺跡の調査研究に携わっていただきました国立歴史民俗博物館の小野正俊名誉教授に基調講演をしていただきまして、そして大友初代の大友義直公のゆかりの深い神奈川県の小田原市からは佐々木学芸員にお越しをいただいておりまして、パネルディスカッションに登壇いただく予定になっております。大変お忙しい中、小野先生そして佐々木学芸員お越しをいただきまして心から感謝申し上げたいと存じます。皆様多くの方ご存じの通り、昨年ですね、大友庭園が完成をいたしました。戦国時代の庭園の中ではこれだけの規模のものは今までないということでございまして、さまざまな発掘でありますとか文献に基づいて、史実に、歴史に忠実に再現をしまして植栽等も行われました。この大友庭園につきましては地域の皆様がボランティアガイドをしていただきましたり、また清掃活動をしていただきましたり、そのような形で魅力の維持保全にご貢献いただいておりますことに対しまして改めて感謝を申し上げたいと思います。そしてこれから8年後の2030年を目指しまして、これはちょうど大友総輪校が生誕500周年ということになります、500年ということになりますけれども、その2030年を目指しまして大友館、これをですね、これも史実にできるだけ忠実に再現をするべく今作業を進めているところでございます。中世の政治のですね中心、そして庭園ということでですね、その時期の歴史文化がですね、まさに体験できるそのような大友館公園、館と公園としてですね整備ができればというふうに考えておりますので、ぜひ皆様期待をして楽しみにしていただければありがたく存じます。今日のシンポジウムではそのような大友氏のゆかりのさまざまな歴史文化、そしてこのような調査等につきまして皆様にお話をさせていただきまして、またいろいろと意見交換をパネルディスカッションでしていただくという予定になっております。今日のシンポジウムが皆様にとりまして素晴らしい有意義なものになりますように、そしてまたこのようなシンポジウムを通じまして大友総輪校をはじめとしました大友の皆さん一族のさまざまな素晴らしい歴史でありますとか魅力が市民に県民にそして全国に発信されることになりますようにご祈念を申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。それでは皆様よろしくお願いいたします。いたしました。ありがとうございました。それでは
本シンポジウムの開催にあたって趣旨をご説明いたします。シンポジウムのタイトルにありますように、大分市を代表する史跡である大友氏遺跡が昨年国史跡に指定されて20周年を迎えました。これを記念しまして、これまでの大友氏遺跡の研究成果に関する基調講演や大友氏遺跡の将来計画の説明を行い、さらに史跡の価値をつなぐをテーマとしたパネルディスカッションを行うことで、大友氏遺跡を未来につないでいくためのヒントを皆様と一緒に見つけたいと考えております。また変わりゆく大友氏遺跡についてより広く周知され、大友氏遺跡事業に対する期待がますます高まる機会となればとの思いで開催いたします。また皆様のお手元には、今回のシンポジウムを企画するにあたり、大友氏遺跡20年の軌跡、地域と大友氏遺跡事業の歩みと題した史跡指定20周年記念誌をお配りしております。この記念誌は史跡指定から現在までの事業の経過や内容、事業に関わった方々のさまざまな声を将来へ引き継ぐことを目的に作成しております。後ほどパネルディスカッションの中でも使用する予定です。本日の日程につきましては、もう一つお配りしております旅行集の表紙裏に記載しております。午後4時40分を終了予定としております。基調講演の後、2時20分から2時40分の20分間の休憩時間を設ける予定としております。なお、会場となっております大ホールにつきましては常時換気をされております。そのため定期的な扉の開放などはいたしませんが、新型コロナウイルス感染防止対策としてマスクを着用し、会話はできるだけお控えくださいますようお願いいたします。それでは本日最初のプログラム、府内ジュニアガイドによる伝えていきたい大友氏遺跡の魅力の動画上映を行います。上映前にジュニアガイドについてご紹介します。旅行集巻末の参考資料ページをご覧ください。府内ジュニアガイドは大友氏遺跡を中心に大分の歴史・文化の魅力を発信する小学生から高校生までのボランティアガイドです。イベントで大友氏に関する遺跡や歴史についてガイドを行っています。大分市初の公式子どもガイドとして平成29年度から活動しています。普段は対面でのガイドをしていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い思うような活動ができない状態が続いていました。そこで昨年新たな取り組みとして動画で案内をするジュニアガイド動画を制作いたしました。原稿作成から撮影までガイドたち自身で行い、大友総林や大友氏に関係する史跡について8本の動画を作りました。本日はその動画の中から大友館、大友氏館跡庭園をご案内する3本を上映いたします。子どもたちが自分の言葉で大友氏館跡の魅力を語ってくれます。それではご覧ください。こんにちは、府内ジュニアガイドの宮部光大です。よろしくお願いします。これから庭園の発見・復元について解説します。大友氏館跡庭園は今から約25年前の1996年、県徳町3丁目の工場跡地で試掘調査が行われ、戦国時代のものと思われる巨大な石などを発見し、
大友氏の館に関連する重要な意向があることが推測されました。その2年後、1998年に本格的な発掘調査を行った結果、大型の形跡が配置された池を伴う大規模な庭園遺構が発見されました。その後、2001年に国史跡の指定を受けた後、2018年に庭園の再整備が開始され、2020年3月に完成しました。この大友氏館と庭園は、発掘調査で見つかった遺跡を大事に保存しつつ、戦国時代の人々が眺めた景色やその空間を体感できるように、さまざまな趣向を凝らして復元整備をしました。その方法とは、遺跡の保護のために厚さ50センチほどの土をかぶせました。状態の良い5つの形跡は実際のものを使用し、それ以外の形跡についてはガラス繊維セメントなどを用いてレプリカを作り、復元に用いています。また樹木については、池の底の土などからイチョウや松、カエデなど花粉や種子が発見され、現在植えられている11種類の植物については分析結果をもとに再現されました。その他の植物は戦国時代にあったとされる種類を選定し再現されています。大友氏館と庭園は、発掘調査によって池の遺構がほぼ当時の状態で発見されました。池の周辺にも多くの遺構が残っており、池を作った当時に近いと考えられる姿で再現することができました。また現存している数少ない武家邸宅の庭園の中で、戦国時代末期の庭園の全容を明らかにした希少例です。なお、この庭園は当時の記録が全くなく、庭を作った人なども不明で、未だ多くの謎が残されています。最後に、これからの大友氏館と庭園について説明します。大友総輪公生誕500年となる2030年に向けて、大友氏館と中心建物などの復元を進めていきます。当時、大表と呼ばれていた政治や儀式を行う中心建物をはじめとする建物群や堀や門などを整備して、戦国時代の大友館を体感できる場所を作る予定です。また樹木も着々と成長してきており、9年後が楽しみでたまりません。9年後に完成する予定なので、皆さん楽しみにお待ちください。ご清聴ありがとうございました。こんにちは、府内ジュニアガイドの篠原和人です。今回は大友氏館跡庭園についてご紹介します。この庭園は15世紀の終わり頃に作られ、その後数度の改修を得て、16世紀後半、21代当主宗麟と22代当主吉宗の頃に広大な家を持つ庭園となりました。しかし島津郡の府内侵攻の後には廃絶され、長らく忘れ去られていましたが、平成10年に大規模な庭園の跡が発見されたことで、再びその存在が知られるようになりました。この庭園は戦国時代の姿を復元整備しています。次に池についてご紹介します。まず池の真ん中の中島を境に、東側の池は東滝、形跡などで構成されており、力強さを感じられる躍動感に満ちた景色が特徴です。形跡は庭の景観を整える大きな石で、重さ1トン以上にもなります。石材の種類は溶血凝灰岩と安山岩で、大分市由布市周辺で産出しています。東滝は通常は使用せず、特別な儀式や大切な来客の際に人工的に水を流しました。西側の池は東側と比べると大きな石が少なく、須浜や南滝など全体を広く見せた穏やかな景色が特徴です。次に池の周りについてご紹介します。入ったらすぐに見える玉砂利は、当時佐賀戸関の城ヶ浜という場所から持ってきた石ではないかと考えられています。現在はベトナムから輸入したものを使用しています。そして玉砂利が敷いている部分には直線に揃っているところがあることに気づきましたか？直線になっているところの周辺には建物があったと想定でき、そこから庭園を眺めていたのではないかと考えられています。もう一つ建物跡があったと考えられる場所があります。これは
東池を眺めるための建物で、周辺で茶道具が発見されていることから茶室であったと考えられています。この庭園には39種類の植物が植えられていますが、その中で11種類の樹木は発掘調査で見つかった花粉や種をもとに植えられています。最後におすすめの撮影場所を2つ紹介したいと思います。1つ目はこちらです。先ほど話しましたが、玉砂利周辺には建物があったと考えられ、その建物から景色を眺めていました。なので玉砂利周辺の景色は当時の景色として見られます。2つ目はこちらです。月山から見られる景色は庭園も見え、さらに高崎山も一緒に見ることができます。晴れた日にはとてもいい写真が撮れると思います。ぜひ大友シアカタート庭園を見てください。以上、府内ジニアガイド篠原和人でした。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、府内ジニアガイドの甲斐慎之介です。はじめに大友館の歴史について説明します。大友館は14世紀後半に建てられました。その後何度か整備され、21代当主大友宗麟と22代当主吉宗の頃に一番広くなり、一辺200メートルほどの広さになりました。今回は大友館の周りを囲っていた築地塀について紹介させていただきます。築地塀とは粘土と砂を繰り返し突き固め、硬くて丈夫な層を積み重ねて作った塀のことです。府内小図という戦国時代に描かれた絵図には、大友館の築地塀が白壁に瓦屋根の大変立派な造りだったそうです。そんな立派な塀が館の東側に200メートル囲っていました。その豪華さは大門と庭園の周りなど、お客さんが目にするところで使われていました。僕は築地塀がどれくらい丈夫なのかを知りたいと思い、実際に作ってみることにしました。本物は大きくて作れないので、ミニチュアサイズで作りました。準備したものは石、粘土、竹串、アイス棒、木材、糸、ボンド。この工作から分かったことは、とにかく重くて硬くて丈夫だったということです。瓦屋根と白壁をつけたらすごく立派に見えることも分かりました。そして材料もたくさんいるし、手間も時間もかかりました。今回は小さく作ってみましたが、想像以上に時間がかかり大変さを感じました。本物の大きさで作ったらもっと時間がかかるので、築地塀を作った宗麟はすごいと思いました。最後まで見てくれてありがとうございました。いかがだったでしょうか。大友氏遺跡を知らない方にも分かりやすく楽しんでいただける動画だったのではないでしょうか。ありがとうございます。本日上映できなかった他の動画もそれぞれの個性あふれる楽しい動画となっています。今後南蛮文語交流館で上映する予定ですので、視聴できるようになりましたらぜひご覧いただきたいと思います。これからも遺跡と皆様をつなぎ、また遺跡の魅力を将来へ伝えていく中心的な役割を担うであろう頼もしい彼らの活動を皆様ぜひ応援してください。